1911年5月31日、2年間の造船工事を経て、ついにオリンピック号級の2つ目の客船が完成。これにより1年後の処女航海の準備が整いました。この世界で最も豪華な客船はタイタニック号と名付けられたのです。この画期的なニュースをデイリーヘラルド紙で読むと、すぐに海上の宝石と呼ばれるこの船で旅行することに決めました。ロンドンにあるホワイトスターライン本社に向かい、チケットを購入。一等船室の最安運賃は30ポンドで、現在の47万円以上に値する値段でした。1912年4月10日水曜日、ついに出航の日がやってきました。乗船するためには午前9時30分までにサウサンプトンに行かなければなりません。まずは三等船室の乗客が船に乗り込みました。その後、船が出航する1時間前に二等船室の乗客と一等船室の乗客が乗り込んだのです。船内の客室係は人々を歓迎し、キャビンに案内しています。次は自分の番です。目の前にある巨大な船は想像以上に大きかったので驚きました。タイタニック号に乗船すると、エドワード・スミス船長が挨拶をしているのが聞こえてきました。まもなく船の旅が始まります。シェルブールとクイーンズタウンに停船し、2200人以上の乗客と乗組員が乗船した後、大西洋横断の旅に出発するのです。タイタニック号の出航準備が完了し、下で見送っている人々に別れを告げると、甲板から警笛が聞こえてきました。そして数分後、デッキでパニックが起きているのが聞こえてきました。窓に駆け寄り、何が起こったのか見てみると、船が急接近してきています。船の横にはシティオブニューヨーク号と書かれています。タイタニック号はドックを離れたばかりのところで衝突してしまいそうです。でも船長はわずか数十センチのところでどうにか衝突を免れたのです。ふう、危なかった。船は1週間後の4月17日にニューヨークに到着する予定でした。でもそれは航海が計画通りに進んだ場合の話です。天気は14日の日曜日まで晴れたままですが、船が寒冷前線を横切る際には巨大な波や強風に遭遇することになるのです。あの夜は寒く静かでした。タイタニック号は他の船からのニューファウンドランド島のグランドバンクスから漂流している氷山に関する警告を受信しました。でも今回は全速力で移動し続けず、船長が船を減速させたのです。彼はもしニューヨークに到着する時間が遅れたとしても、見張り員に氷山を発見できるだけの十分な時間を与えたいと考えていたのです。夜の11時40分に見張り員のフレデリック・フリートは目の前に巨大な氷山が立ちはだかっているのを発見しました。そしてすぐにブリッジに警告したのです。一等航海士は操舵手に氷山を避けるよう指示し、残りの乗組員はエンジンを即停止させる必要があります。乗組員は全員協力して事故を防ごうとしています。でもこの話の中では操舵手は慌てる必要がありません。彼はすぐに氷山にぶつからないように舵を取りました。すでに多くの乗客は目を覚まし、動揺し大騒ぎしています。ナイトガウンやパジャマのまま何が起こっているのかを見にデッキに行く人もいました。船の右側を見ようとしている人たちもいます。自分も他の人と一緒に冷たい手すりにつかまりながら心配そうに見ていました。ストレスと寒さによって震えてしまい、タイタニック号が氷山に激突するのではないかと思わずにはいられなかったのです。船は氷山にどんどん近づいていきました。野獣馬たちも息を潜めて見つめていたので、船の上は緊張状態が続いていました。そして船はほんの数センチというところでゆっくりと氷山をかわすことができたのです。よし、衝突を免れました。船体に数十メートルの傷ができて、水が下部に侵入することもなかったのです。誰もが拍手をし、ハグし合って喜んでいます。
船長は必要なチェックをすべて行った後、すべてが順調であることを公式に発表しました。そしてデッキの乗客に向かってキャビンに戻る前に熱い紅茶を飲むよう勧めたのです。他の人たちについていくと、船長が事件を報告しに行くのが見えました。彼は北大西洋の他の船にも警戒し、減速するよう警告していたのです。その船の中にはカルパチア号も入っていました。いや、あの船は今夜タイタニック号の救助に向かう必要はないので、予定通りのコースを進むことができます。そして1912年4月17日、タイタニック号はついに目的地に到着しました。予定よりも8時間遅れていましたが、無傷で到着できたのです。何千人もの人々が世界で最も豪華な客船を迎えるためにニューヨークのドックにやってきました。処女航海は大成功に終わったのです。乗客の中にはテニス選手のリチャード・ノリスとカール・ベアのように、船を降りる前に住所を交換し合って手紙を書いている人たちもいました。2人はタイタニック号の乗客でした。でも今回ノリスは北大西洋の冷たい海で他の乗客を助けるために何時間も過ごし、凍傷によって足を失いかけることもなかったのです。さらにベアはガールフレンドと一緒に救命ボートに乗り、彼女にプロポーズすることもありませんでした。でも今回は友達や家族と一緒に婚約を祝うことになったのです。そしてこの2人のテニス選手たちは1912年の後半に最初の試合をすることになったのです。ノリスは同世代の中で最高の選手の一人になり、デビスカップで5回優勝を果たしました。マーガレット・ブラウンは病気の孫に会うためにアメリカに戻りました。今回彼女は乗客が救命ボートに乗る手伝いをする必要もなく、救命ボートに乗ることもありませんでした。ブラウンさんは船から降りると孫に向かって駆け寄りました。今回彼女はカルパチア号の乗組員や船長から名誉のシルバーカップを贈られることもありませんでした。彼女は慈善活動を続けましたが、不沈のモリー・ブラウンとして知られることにはならなかったのです。ヴァイオレット・ジェソップは天候の悪さを知っていたので、北大西洋の航海を好みませんでした。彼女は数ヶ月前にタイタニック号の姉妹船であるオリンピック号の沈没で生き延びたばかりだったので、用心深かったのです。でも友達によって伝説の船の乗務員になるよう説得されたのです。今回彼女は乗客を助けるためにデッキに呼ばれることもなく、救命ボート16番に乗ることもありませんでした。彼女は引退するまでタイタニック号で働き続けたのです。つまりブリタニック号の看護師になることはなかったということ。そして1915年11月、3つ目の難破船で生き残るということにもならなかったのです。楽団指揮者のウォレス・ハートリーは将来の仕事につながるようにと思いを馳せ航海に出ました。でも乗客を楽しませるために音楽を弾き続けたのです。今回彼は船が沈んでいる間、パニックに陥った人々のために音楽を演奏し続けることにはならず、生き残ることになったのです。彼は婚約者の家に戻り結婚し、家族を持ちました。そしてノースアトランティックランを引いて人々を楽しませ続けたのです。今回彼の婚約者はバイオリンを受け取らなかったので、2013年にタイタニック号の歴史的な記念品が約1億4000万円で売られることもありませんでした。ベルテ・メインが最愛のクイッグ・バクスターに出会ったのは、彼が母親と妹と一緒にブリュッセルに旅行していた時のことです。バクスターはメインを一緒に連れて行きたかったので、密かにデ・ヴィリエ夫人という名前で客室を予約しておいたのです。彼は今回家族を救命ボートに案内する必要がありませんでした。そして家族がメインと出会ったのも救命ボート6番の中ではなく、船から降りた時だったのです。その上、今回バクスターは生き残ることができました。彼はガールフレンドと一緒にカナダに戻ったので、メインはヨーロッパに一人で戻らずに済みました。その結果
メインの甥がタイタニック号の思い出が入った靴箱をクローゼットの中で発見することもなかったのです。ドロシー・ギブソンはその夜、ニューヨークの銀行家と一緒にトランプのブリッジというゲームをしていました。母親と一緒に自分の個室に戻った後も、長く不快な激突音を聞くことはありませんでした。そして救命ボート7番に乗ることもなかったのです。そして1912年5月、沈没した船から生き残ることもなく、タイタニック号で生き残ったことに関する映画に出演することもありませんでした。でも彼女は成功し続け、やがて母親と一緒にフランスに移住することになったのです。この架空の物語の中のタイタニック号は商業的な成功を収め続けました。そして何年もの間、最も豪華な客船としてさらなる名声を得たのです。北大西洋を無数に航海し続け、乗客や郵便物を配達するためにも貢献しました。そして25年間使用された後、豪華客船は廃棄され、別の大型船にその地位を譲りました。その船は救命ボートを積むためにより多くのスペースがあり、人々が歩いたり遊んだりすることのできるサイズのデッキを装備していたのです。ホワイトスターライン社はいずれライバル企業と合併することになります。でも今回のシナリオでは船が沈没しなかったので、十分な利益を上げ会社を継続することができたのです。その後1980年、同社は主要な航空会社へと変わります。そしてダブリンからニューヨークへ最初の飛行を行いました。飛行機は航空会社の歴史的に著名な船に敬意を表してタイタニックと呼ばれることになったのです。そして今回1985年に海洋学者が北大西洋の海底で発見したのは、サンゴと魚と軟体動物と大きなブルーダイヤモンドのネックレスだけでした。って、あれ？違いました。ただのガラスの破片でした。ちょっと残念。